大歓迎された。自衛隊から伝えないマスコミ、64年ぶりに助けに来てくれた日本軍。気は優しくて力持ちから自衛隊海外支援奮闘機。1、東洋アジアを代表してどうか頑張ってきてください。平成3、1991年湾岸戦争時にイラクがペルシャ湾に敷設した機雷を除去するために海上自衛隊の掃海部隊が派遣された。ペルシャ湾沿岸で採掘された原油は巨大なタンカーで日本を含め世界各国に運ばれる。そこに敷設された機雷は世界へのエネルギー供給を脅かす存在であった。指揮官だった落合元海将補、当時一等海佐はこう語っている。とにかくアジア各国は我々掃海部隊を大歓迎で迎えてくれましたよ。最初の寄港地フィリピンでもそうでしたし、またシンガポールでは軍の最高司令官から東洋アジアを代表してどうか頑張ってきてください、よろしくお願いします、そのための支援なら何でもしますので遠慮なく言ってください、とまで言われたのです。またペナンでもスリランカでもそしてパキスタンでも同様の大歓迎を受けました。ところが日本からファックスで送られてくる新聞記事に我々は目を疑いました。当時日本のマスコミが報じていたのは我々が体験し目の当たりにしているアジア各国の大歓迎ぶりとはまるで異なる、アジア各国の不安や対日警戒なる虚構でした。結局彼らはありもしないことを捏造して国内で報道していたわけです。我々は戦場でこの事実を知って怒りを禁じえませんでした。当時日本の一部マスコミは自衛隊の海外派遣はアジア各国の不安や対日警戒を引き起こすという理由で反対していたのだから、こうした不都合な真実をありのままに報道するわけにはいかなかったのだろう。2、皆さんは大きな誇りである。しかし初の海外派遣に511名の隊員の士気はすこぶる高かったという。落合元海将補はこう振り返っている。派遣隊員の平均年齢は 32.5 歳でしたから結婚適齢者が多かったんです。12月頃から準備して5から6月には結婚を考えていたのでしょうが、部隊のペルシャ湾派遣が決まるや臨前として任務を引き受け挙式を延期してまでこの任務に参加した者もおりました。本当に頭が下がる思いでしたよ。娘の結婚式を欠席してこの派遣部隊に加わった年配の隊員は結婚式が始まる時間に掃海艇の後部甲板に立って祖国の方角に一礼していたという。掃海部隊はペルシャ湾の難所といわれる海域で酷暑の中34個の機雷を処分して各国のタンカーが安全に通行できるようにした。一人の死傷者も出さずにこれだけの成果を上げたことは各国海軍を驚かせた。海上自衛隊の掃海能力は世界一と言われている。大東亜戦争末期に米軍が日本周辺に撒いた機雷を今日までに約7000個も除去してきた。殉職者も79名に上る。世界でこれほどの機雷除去の経験と技術を持つ部隊は日本の海上自衛隊を置いてない。だからこそ国際社会からペルシャ湾への掃海部隊派遣を求められたのである。 3. 皆さんは大きな誇りである。日本は湾岸戦争で130億ドルもの拠出をしたが金だけ出して血も汗も流さない姿勢は国際社会で冷ややかに見られていた。現地の在留邦人も肩身の狭い思いをしていた。ところが日の丸を掲げた掃海部隊がやってくるやアラブ諸国は歓呼して迎え、在留邦人の子供たちも他国の子供からいじめられることがなくなったという。バーレーンでは在留日本人会が歓迎パーティーを開催してアラブの国で働く日本人にとって皆さんは大きな誇りであると挨拶した。掃海部隊がクレシの基地に帰還した際にはクウェートのアルシャリク駐日大使は5まで出迎えてこう述べた。 A 機雷掃海の任務を終え帰国されたことに感謝します。初めて日本が海外に自衛隊を送ったことの意味は湾岸各国だけでなく全世界が高く評価すると思います。 4. 子供が病気になったと話すと必ず薬をくれる隊員がいた。ペルシャ湾掃海部隊の成功から自衛隊の PKO 国連平和維持活動派遣への道が開かれた。翌平成4、1992年8月に国際協力 PKO 法が成立し、その翌月には陸上自衛隊の施設大隊が戦乱から立ち直って民主選挙を控えたカンボジアへ派遣された。カンボジアは長く続いた内戦で国道や橋梁が破壊されていた。明石康氏が代表を務めるカンボジア暫定機構アンタックにウニクーリク自衛隊から総勢1800人以上が派遣された。
その中心となった陸上自衛隊1200人は1年間の任務期間中に道路100キロを修理し、橋梁約40を補修した。地元の人々は自衛隊を大歓迎し、日本の侵略行為の兆候などと反対する者は一人も出なかった。当時のカンボジアは内戦の直後で、まだ危険な状態だった。実際にアンタックの選挙支援ボランティアとして活動していた中田敦仁さん、そして警察から派遣されていた高田圭司の2人が命を落としている。そんな実情を無視して、野党の自衛隊が現地にアジア侵略の不安を与えるのではないかという懸念から、武器としては小銃と拳銃しか携行できなかった。それでも陸上自衛隊の部隊の中には PKO への志願が定員の30倍に達したところもあった。 B 日本の代表としてしっかり活躍したい、同じアジアの国の発展に協力できることが嬉しい陸二曹28歳。当初は両親にも反対されましたが、国際貢献のためだからと必死に説得した。陸造曹30歳。危険な地雷処理をしても、その手当は1時間で缶ジュース1本分、家族への電話代1分1000円前後も自己負担。そんな中でも明石代表がカンボジアの民衆に愛され、この国の生活に溶け込もうとする努力はとりわけ目立ち、胸を打つものがありましたと評したほど真摯な活動を続けた。 C 住民の一人は、私の家はとても貧しい、子供が病気になったと話すと必ず薬をくれる隊員がいた、私はアンタックの中で日本が一番だと思っていると語った。ご笑顔の反自衛隊でも、カンボジアへの派遣が行われている最中の平成5、1993年5月にはアフリカのモザンビークへ陸海空自衛官48名で編成された輸送中隊及び司令部要員5名が派遣され、平成7、1995年1月まで続けられた。平成8、1996年には中東のイスラエル、シア国境のゴラン高原に輸送隊が派遣され、6ヶ月ごとに部隊交代を行いながら現在も継続中である。イスラエル、シア両軍に挟まれ、ゲリラ活動と毒蛇やサソリに脅かされながらの活動は過酷な任務だが、現地の人々には心から歓迎されている。シアやイスラエルの人々は日本人に対して大変友好的で、街を歩いているとよくヤパーニ、ヤパーニ、日本人、日本人と声をかけてきて握手を求め、親愛の情を示そうとする。太田明三等陸曹 C 平成14、2002年2月から16、2004年6月まで実施された国連東ティモール支援団への約2300人の陸上自衛隊員派遣は PKO 史上最大の規模であった。東ティモールでは日本の一部マスコミが期待していた反自衛隊デモがついに起こった。デモの参加者は自衛隊帰れと英語で書いた横断幕を持っていたが、不思議なことに皆満面の笑顔だった。この光景を見た日本人ジャーナリストが真相を見破った。横断幕にはジャパン、グランド、セルフ、ディフェンス、フォース、日本陸上自衛隊とあったが、地元の人はジャパン、アーミー、日本陸軍と呼んでいて、自衛隊などという世界でも特異な名称は知らないはずだった。その横断幕は日本の左翼活動家が作り、地元民に渡したものだった。英語のわからない彼らは自衛隊を歓迎する横断幕だと騙されてデモ行進に使ったのである。ここまで姑息な策略をよくも考えついたものである。現地民衆が騙されたと知ったら、それこそ日本人への不安と警戒を与えるだろう。6、ただ被災民のために、自衛隊の国際支援活動としては戦争、内戦の起こった地域での平和維持活動の他に、大規模な自然災害に見舞われた地域での救援活動がある。平成10、1998年に巨大なハリケーンによって壊滅的な被害を受けた中南米ホンジュラスへの部隊派遣がその皮切りだった。2ヶ月間に4000人を超える現地人の治療診察を行った。続いてトルコ北西部地震平成11年、インド地震平成13年、イラン南東部地震平成15年、インドネシアスマトラ島沖大規模地震およびインド洋津波平成16年、パキスタン大地震平成17年、インドネシアジャワ島大地震平成18年と、地球上で毎年のように起こる大災害に自衛隊は救援活動を展開してきた。インドネシアスマトラ島沖大規模地震では派遣地バンダアチェで約3ヶ月に累計6000人を超える診療を行い、2300名近くにはしかのワクチンを接種した。貿易を行った地域は13万3800平米に及んだ。
はしかのワクチン注射まで行うのは、被災地の子どもたちを守ろうとする自衛隊ならではの真心のこもった活動である。こうした真心は現地の人にもすぐに伝わる。5歳の子供を連れてきた父親は、日本の自衛隊がこんなところまで来て子供のために注射をしてくれて感謝していると述べている。また防疫ではマラリアを媒介する蚊を駆除するための薬品散布を夕方や早朝の時間帯に行った、蚊が孵化する前の時間帯に駆除するのが効果的だからというので、わざわざこういう時間帯を選んで人知れず薬品散布を行うという姿勢に、マスコミや注目を意識せずに、ただ被災者のためを思う純粋な気持ちが込められている。 7.604 年ぶりに助けに来てくれた日本軍。インドネシアで自衛隊医療チームが臨時診療所を設けると、そのニュースはたちまち島中に伝播し、それまで他国軍の診療所で診察治療を受けていた被災者が自衛隊の施設に押し寄せた。日本軍がやってきてくれたとばかりに患者数は日を追って増えていったという。診療に当たった医官の一人は当時の模様をこう語っている。もちろん我々は一人でも多くの人々を救うために懸命に取り組みました。そしてそんな我々に地元の人々は心から感謝しているようでした。独身の自衛隊員にうちの娘をもらってほしいと次々に申し出てくることもありました。とにかくインドネシアという国は歴史的な面から見ても大変親日的なのです。それもそのはずである。インドネシアはオランダの植民地として3世紀半にわたって搾取されてきた。それを昭和17、1942年3月にジャワ上陸した日本軍がわずか10日間でオランダ軍を降伏させたのである。その際にはインドネシア人が積極的に日本軍の進軍を助けた。日本軍は3万5000人もの現地人将兵を育成して今日のインドネシア国軍の基礎を作った。日本の敗戦後、再植民地化を狙うオランダ軍が襲ってきたが、2000人とも言われる日本軍将兵が現地に残って共に独立戦争を戦ったのである。 D.E. 現地から見ればその日本軍が64年ぶりに再び助けに来てくれたのである。8、日本軍を攻撃したら一族郎党を征伐する。地元民への真心のこもった支援を行う自衛隊の姿勢はイラクでも遺憾なく発揮された。先遣隊のヒゲの隊長佐藤正久一沢族長たちから食事に招待された時は現地の衣装をまとい、現地の人々と車座になって右手で食べた。イラク人たちはその姿勢を我々の伝統文化を尊重してくれると非常に喜んだ。 F、 ある有力な族長は日本軍を攻撃したら一族郎党を征伐するという布告を出した。佐藤一佐の帰国時には別れを惜しむ部族長たちから族長衣装とサミュール同胞佐藤というアラブ名まで送られた。さらにサマワ住民約70名のデモ隊がサマワ市民と自衛隊で安全な町を再建しようという垂れ幕を掲げて自衛隊宿舎まで行進し、佐藤隊長に花束を送った。こうして地元民の心をつかんだ自衛隊は病院、学校、道路、橋梁などの復旧、整備、医療、給水支援など黙々と人道復興支援を行い、ますます地元民の信頼と感謝を勝ち得ていった。旧、古き日本の子孫として愛情と倫理にあふれた人々。地元の新聞は自衛隊の活動を公表した。 G、 日本国陸上自衛隊が県内に到着して数週間のうちにサマワの人々は彼らが古き日本の子孫として愛情と倫理にあふれた人々であることを見出した。彼らは偉大なる文明を保持するとともに他の国家を尊重し、他国民の家庭や職業に敬意を払う立派な伝統を持っていたのだ。軍人は国民を守るために時には自らの命を投げ出さねばならない。それゆえにその愛情と倫理はどこの国でも道義のお手本として形せられる。細やかな心遣いをしながらも世界各地で力強い支援を展開する自衛隊は日本で俗に言う気は優しくて力持ちという表現がぴったりである。その姿勢は国際社会に生きる国際派日本人としての立派なお手本と言えよう。